どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。今回は教材のご紹介です。英文法長文プラチナトレーニング4高専生春季講習14日完成理系向けの英文法英長文サービスでございます。さあ皆さん、こちら多分おそらく新2年生とか新3年生とかの方向けになってくると思うんですけど、皆さん高専の英語の授業を受けてどう思いますか？力ついてますか？実力試験で点数取れそうですか？中には高専期待してたけどちょっと期待外れだったかもしれない英語の授業ね、なんか微妙だなと思ってる方多いんじゃないでしょうか。もちろん全国には一部の高専でしっかりと英語学習英語の授業力入れてらっしゃる熱意のある先生いらっしゃることを僕知っています。知り合いにたくさんいます。ですがやっぱりまだ過半数ぐらいはもうちょっと頑張れるんじゃないかなっていうね、英語の授業がたくさんあると思うんですよね。その中で民間の企業として一翼を担えないか、高専生の教育ですよね、それのちょっと一翼を担えないかと思って今回ちょっと春季講習開こうと思います。じゃあちょっと説明していきますね。今年度完全取り下ろしというかね、今までの教材ではなくてもう完全に新しく取っていったっていう教材になります。で、先ほどねちょっとお話しましたけど、中には絶望している人がいるのではないでしょうか。僕はその一人だったんですけど、まあこんな感じです。まあ、成績ね、定期試験で英語の授業まあ普通に受けて、で定期試験与えられた教材の中からそのまま出る。なのでそれを反復さえしておけば、まあ、90点80点取れちゃうわけですよね。で、僕はまあ運よくしっかりね勉強させてもらってたんで反復してね、まあ、全部 U だったんですけど、この状態でも英検、TOEIC、実力試験で頭を使ってきちんと問題解けてたかっていうと、そうじゃなかったかなって思うんですよね。そう、こんな成績皆さんね取れてると思います。ほとんどの人がね、良か優。なんでかっていうと、ぶっちゃけ一部の問題は分かってなくてもね、答えそのままで出たりしますよね。なので実力がついてなくても定期試験の点数が取れてしまう、そういったパターンって実はあり得るんですね。全然あり得る。で、中にはきちんとね根っこから勉強して答えを暗記せずに、あんまり反復せずに理解した上でその場で解いていくっていう勉強してる人もいると思うんですけど、おそらくごく少数の方だと思うんですよね。で、ここでちょっとね疑問に思ってる人結構多いと思うんです。で、ここでちょっと提案なんですよね。まあ、英検とか TOEIC 実力試験に汎用的って何かっていうと、どんな問題でも対応できる普遍なスキル、考え方、理解のことです。まあ、それスキルとかノウハウ一緒にさらに詰め込みませんかってことでご提案させていただきます。で、まさにね、あの理系のための授業にしたくて、なるべく覚えてねとか、ここはね丸暗記ですとか、これはね繰り返して覚えてくださいっていうのを極力減らしたいなと、そういった気持ちを込めて解説動画だったり演習動画っていうのを作りました。なるべく覚え方だったり、なんでそうなるのか説明したり、こういう風に覚えると覚えやすいよねみたいな感じで科学的に全て、できる限り、解説したと思っておりますので、理系の方にとっては相性抜群の講座になるのではないかなっていう風に思います。で、ちょっとねあのお話なんですけど、おそらく新2年生の方の、まあ、一部の方にはこちらの講座取ってらっしゃる方がいらっしゃると思うんですよね。去年ですかね、昨年度あの皆さん取っていただいた方いらっしゃると思うんですけど、なるべく被らないようなイレギュラーだったり、あと TOEIC とか英検によく出されやすいそんなあのテーマだったり、あと他に上級ですよね、もうちょっと込み入ったテーマっていうのをこちらのプラチナトレーニング4高専生っていうのでやっていきたいと思っています。実際にどんな内容なのかっていうのをご紹介しますね。だいたい14日ぐらいで、まあ、完成できるように、2週間ぐらい半月ぐらいで、1週2週できるような構成にしたいと思っています。まあ、こんな感じで最初の1日目2日目は時制と単位ってことで、なるべく皆さんがですね、まあ、基礎的なこと最低限のことは分かっている前提で、まあ、少し込み入ったところ、 TOEIC 英検で聞かれそうなところ、よく出ているところで、基礎的なんだけどやっぱりここもう一回言っときたいところ、大事だからこれ大事ね、あの繰り返し伝えておきたいところっていうところを絞り込んでいます。なのでこちらに、ピックアップフォーカスして英文法をがっつりとね、やっていきたいですね。で、やっぱり皆さんよく英文法書とかをね買ったりとかおすすめされたりとか、あとどっかの YouTube とかサイトとかを見て買ってみたものの、分厚いしどこを力入れてね勉強すればいいのかとか、何をもって英文法を理解できたのかとか分かんないと思うんですよ。めちゃくちゃなかったらしいですよね。ブワーって書いてて、たくさんねデータベースのような辞書のような分厚さの英文法書がたくさんあると思うんですけど、それを見たところで何をもって理解したのか、これってどうやって解釈すればいいのかな、難しいところたくさんあったと思うんですよね。で、そういうところを、まあ、ここが理解できてればいいよっていう基準とかもね、示していければなと思っています。そんな感じで、例えば、3日目4日目は助動詞仮定法ということで、こんな感じでちょっとねイレギュラー、あの皆さんがもう基礎的なことを勉強している前提で、ちょっともうちょっと込み入ったアドバンストなところをちょっとお話しできたらなと思っています。他にも不定詞同名詞、まあ、基本的なところは分かっている前提で、ちょっと中級者上級者向けの英文法の話ができたらなと、差がつくところをお話しできたらなと思っています。やはりですね、クラスに何人かこういった方いると思うんですよ。この人 GTEC とか TOEIC でもう低学年なのに受けてめちゃくちゃ高い点数取ってるじゃんとか、英語の定期試験ほぼノーベンで90点とか80点取ってる、俺はワークめちゃくちゃ繰り返して90点80点取ってるのに、あいつはなんかほとんど自力で解いてるらしいぞとか、クラスに1人か2人いると思うんですよね。そういった人たちに近づくような講座にしたいなと思っています。なので彼らっていうのはあのやっぱりリズメだったり
こういったロジックでね、おそらく、なんて言うんでしょうね、一つとか二つを理解して、多くのことに対応しているような勉強をしているので、そういったことが可能になってるんですよね。で、他にも込み入ってきますけど、分子比較の中でも皆さんが苦手な、覚えられないとか、テストでね、なんとか覚えて乗り切ったけど、もう全部忘れちゃいましたとか、ね、こういったトイックとか英検に出されやすいところっていうのはたくさんありますから、そこをやはり重点的に皆さんに、なんて言うんでしょうね、暗記力に頼りすぎない、暗記に頼りすぎないような理解中心の講義っていうのを、それぞれの単元でしたいなと思っております。で、ちょっとね、今までと違うのが、解説だけするのではなくて、もう解説動画の中に演習を入れ込んで、一緒に解くというか、解説するみたいな形の流れにもしたいと思っています。まあ、残りこんな感じで、代名詞、関係詞、聞いたことのない文法が入っているかもしれませんけど、そういったところも、重箱の隅をつつくような、後世のね、枠が少ない、時間数が少ない授業で、救いきれてないようなところまで、詳しく、人がね、一般的な人だったら間違いやすいようなところとか、ここをよく間違えるよとか、ここがよく出るよ。で、こういうパターンが来るかもしれないから、これが引っ掛けで、これが正解だよ、みたいな、塾みたいな解説たくさんしていきたいなって思っています。はい、そんな感じでですね、後半は結構ね、込み入ったというかね、さらにまた細かい部分を、まあ、話すことになると思うんですけど、まあ、こんな感じでまたね、申し込みフォームとかページなどで、これもまたスクリーンショットして載せておきますので、ちょっとご覧になってください。実はいくつか特典をご用意しております。こちらです。長文特訓。こちらの講座。次第のですね、私立大学の長文の、まあ、その英文を用いてですね、22パッセージ、超ボリューミーです。それぞれ20分から30分ぐらいの解説動画を僕が撮ってるんですけど、これですね、絶対に読めるようになる、前からスラスラ読めるようになるための講座になってます。こちら無料でお付けします。こちらの英文法の講座ですね、春季講習に無料でお付けいたします。本文データ、演習問題、解説動画、この3つですね。まあ、TOEIC 935点の人がどういう風に読んでるのかな、前からどういう風にね、スラスラ読んでるのかなっていうのを、まあ、体現化したというか可視化した動画になってますので、こちらですね、自分でやるとかなり遠回りになって時間がかかるんですけど、そう、僕自身遠回りしてますから、最短ルートで皆さんにガイドできるようにこちらの講座ご用意してます。22パッセージ、おそらくこの22パッセージを確実にね、それぞれ読めるようになったら、新しいね、初見問題が出てきてもなんとか対応できるってことがかなり増えてくると思うんですよね。なので、とりあえず誰にでも何を聞かれてもいいような、自分でどこでも解説できるような22パッセージをまず作りましょう。どういうことかっていうと、まず自分の中で物差しとか定規、まあ、基準になるような、確実にどこ聞かれても答えれるような、まあ、パッセージっていうのをまず22パッセージこれで作りましょう。で、そこから広げていく。これを基準としていろいろイレギュラーだったり同じようなパターンっていうのを見ていく。まず自分の中で確実に読める、確実に解説できる、友達に 何聞かれても答えることができるっていう長文をまず22個作りましょう。で、そこから広げていくってことをまず基礎作ってほしいんですよね。そこで長文の読み方だったり、で、細かいところ、こういうパターンが来たら、ね、こう主語全体これ見た方がいいから、なるべくここはね、後ろにこうやって変えらずに前から読んでいこうみたいなところもたくさん解説してるので、ここでやっぱりね、差をつけてほしいんです。文法で培ったことを長文で確認しながらやってほしいんですよね。で、文法を学ぶだけじゃもったいなくて面白くないですし、やっぱり長文でやっぱりこの、あ、文法ここやったところが出てるぞ、あ、読めたってところでインプットとアウトプットを両立してほしいんですよね。そういう面で今回ちょっと特典としてこちらお付けいたします。かなり強力な特典ですね。で、あともう一つ、先取り学習取っている方ちょっと申し訳ないんですけど、こちらです。こちらの先取り学習差別化計画パックの中で、英文法全範囲、基礎的なところ、まあ、熟考詞的なところで言っておきたいところを全部解説してます。だいたい15時間ぐらい の授業動画だったと思うんですけど、こちら未受講の方で今回こちらのですね、プラチナトレーニング、高専生向けの理系のリズメゴリゴリの英文法の解説のこの春季講習を取っていただく方に限って、さらにこちら未受講の方に限って、こちらの英語の部分だけ、英語の単元の講座だけ全てプレゼントいたします。基礎の基礎から英語ができる人になるための、僕がまずお届けしたいこのプラチナトレーニングを受ける前に知っておいてほしい、ここはちょっと押さえておいてほしい、それ前提に話していくからねってところをこちらで解説してますので、こちら先取り講座取られている方は復習でもう一回ちょっとね、気になるところだけ見直しておく。で、未受講の方はこちらのプラチナトレーニングにお付けいたしますので、こちら無料特典でぜひともお楽しみくださいということで、こちら2点、特典ということでお話しさせていただきました。まあ、こちらのプラチナトレーニングですね、おすすめのユーザーの方がいくつか特徴がございます。まず1つ目、春休みに何か打ち込みたいって思ってる方、あと他にも高専のテストだけで TOEIC 英検など実力本当についてるのか分かんない、不安です、で、自分で勉強するにもうまく勉強してるかどうか分かんない、ちょっと不安だなと思ってる方、こちらかなり有益かなって思います。で、3つ目、 TOEIC 英検頑張りたいけど自分で何していいか分かんない、教材買ったけど続かないみたいな人、かなりおすすめですね。で、4つ目、先取りパック差別化計画パック受講済みです。基礎はもう抑えました、高専の英語の授業もなんとかね、80点90点で乗り越えました。で、もしくは英語基礎文法は抑えてますって方、さらにレベルを上げたい人、マンネリ化を防ぎたい人、さらに今のね、大体分かってるかなってところから新しい世界刺激が欲しい人、かなりおすすめですね。これ4つ目です。で、5つ目見ていきましょう。こちら長文の読み方の指導を受けたことがないです。で、大体知ってるけどちょっと難しいね、長い文章になったら読めなくなっちゃう、どこからどこまでが主語なのか、どこが動詞なのか全く読めない、
ね、そんな方とてもおすすめです。TOEIC ハイスコアラーですかね。ハイスコアラーですかね。ハイスコアラーってちょっとね、なまってますけど、ハイスコアラーの僕ですね。だいたい935点がマックスなんですけど、まあ、そういった人が TOEIC ね、頑張った人から見て、長文どういう風に読んでるのかっていうところ、可視化したい。この読解する視界を見たいって方、おすすめですね。はい、ということで、まあ、語学の勉強って難しいんですよね。まあ、最初全然上達しない、なかなかね、ああ、本当に上達してるのかな、ね、努力してるけど、結果出るのかなって時期が誰にでもあります。で、ここですね、僕がちょっとお伝えしたいところはここです。皆さんにはこの初心者、初級者からぐっと実力が伸びる。それぞれの知識と知識が点でね、頭の中に入っているものがそれぞれ連携されて、あ、これってこういうことなのかとか、あ、これね、全部網羅して英文法をね、チェックしたから、長文、わからない文法がないぞって全部が連結する式っていうのがおそらく皆さんこう境目なんですよ。で、この点線を超えるお手伝いをしたいんですね。あともう少しで、ね、楽しい時間が待ってるんで、皆さんもうちょっと耐えてください。一緒にこの講座で、ここの点線超えませんかってところなんですよ。そう、そこね、語学の勉強の難しいところなんですけど、そう、ここを皆さん耐え切って今耐えてる状況なので、ここの点線をどうにか一緒に超えたいところなんですね。ですので、これ超えたらですね、ぐぐぐっと伸びる時期が来ますから、ここをね、皆さん体験してほしいんですよ。教え子の皆さんとかね、入塾してくださってる方、体験してくださってると思うんですけど、やっぱりそういう時期が来るんですね。あ、全部が繋がった。なるほどっていう時期が来るので、そこをね、やっぱりこういった合格だったり、あとスコアアップにつなげてほしいんですよね。ぜひともこれをね、皆さん目標のビジョンとして、一緒にモチベーションを持ちながら、英文法だったり長文っていうのを、ここでね、高先生、英語弱いって言われてるから、僕がね、何年も、迷っていろんな教材をね、間違えて買ったり、間違えた解釈をして、で、今に至るんですけど、それの最短ルートっていうのを皆さんにガイドしたいと思ってるので、ぜひともね、お手伝いさせていただけないでしょうか、ということなんですよね。それをね、ちょっとこれをお伝えするだけでかなり時間短縮したりとか、あと遠回りする必要がなくなるので、スコアアップに直結するかなというふうに思います。こちらの英文法長文プラチナトレーニング4高先生、春季講習14日完成、まあ、これ目安ですね。人それぞれ調節して早く終わらせたければがっつりやってもよろしいですし、でちょっとね、長くゆっくり進まれたい方は1ヶ月ぐらい目処に進まれても OK です。はい、ということで今回商品のご紹介でございます。まあ、受講費などこれ申し込み方法などは概要欄コメント欄に詳しく申し込みフォームとかサイトの一つのページにまとめてますので、そちらをご覧いただいて、ご検討いただければと思います。皆さんと一緒に、ね、初心者から中級者への壁を越えれることを楽しみにしています。こちらですね、あとねもうちょっとなんです。皆さん苦しい時期かと思いますけど、それのお手伝いをさせていただきたいと思います。皆さんのチャレンジをお待ちしております。それではご清聴ありがとうございました。